こんにちは、のり太郎です。最近アンティークコインは儲からないというようなことをおっしゃっている動画をよく見かけますが、これは間違いとかではなく大嘘だと思います。結論から言ってしまいますと、ただ単に転売に向かないというだけの動画だったりします。なので今回のお話はそのあたりを論理立ててお話ししたいと思います。私はコイン投資初心者ですが、初心者だからこそ初心者のわからないことをわかると思っております。なので私の動画では初心者目線で大事だと思った点について発信しております。で、今回はこの4つの項目でお話ししたいと思います。まず1つ目、アンティークコインの値段が上がる仕組み。2つ目、売買に時間がかかる。3つ目、あくまでも余剰資金で。4つ目、それでも転売するのであればという4つのお話をしたいと思います。まず1つ目、アンティークコインの値段が上がる仕組みというところで、まずアンティークコインというのはですね、オークションで相場が決められています。ここを理解していない方が儲からないということをおっしゃってるんだと思います。オークションは主に世界中で行われてまして、世界中のオークションはだいたい毎日のようにどこかの国で開催されてますが、コインの種類は数万種類ありまして、さらにそれぞれのコインの中で70段階でグレーディングされているために、あるコインのあるグレードということになると年に1回か2回、下手をすると年に0回というような回数でしか売買されないということもあるわけです。これはつまり値段が上がる上がり方が年単位ということになります。なのでこのコインを保持する期間っていうのが大事になるわけです。その例をお話しいたします。先日ご紹介しましたウナとライオンのオリジナルの金貨は2010年に624万円ほどだったものが、2021年今年ですねに1億7400万円ということで、上昇率が 2784%、 年率換算で 253% という上昇率になっていました。で、11年かけてこれだけ上昇しましたが、今の相場というのが1億7400万円なわけで、これを2億円で買いたいという人がいれば、話は別ですけど、おそらく今1億7400万円より高く売るっていうのは今の時点では難しいと思います。つまりこの保持して値段が上がるのを待つということができなければ、アンティークコインで儲けることはできないわけです。ということはですね、つまり転売には向かないっていうのは、この保持期間が確保できないということになります。それを儲からないというのは、全くコイン投資のことを分かっていない方のご意見じゃないかなと言わざるを得ません。続いて2番目です。売買に時間がかかるということで、アンティークコインやモダンコインを一番安く仕入れる方法は、一つがアンティークコインであれば海外のオークションで仕入れるのが一番ですし、モダンコインであれば発行元の海外の造幣局などから直接買うのが最安値になります。まずはアンティークコインの場合の購入にかかる期間ですが、ヘリテージオークションなどの海外のオークションで落札してから家に届くまでの期間というのはだいたい2週間くらいかかります。で、またモダンコインの場合は王立造幣局ですね、ロイヤルミントなどから購入すると、こちらも届くまで2週間ほどかかります。どちらも購入にお金を振り込んでから2週間ほどかかります。そしてさらにモダンコインを造幣局で買った場合は未鑑定のコインが届くので、それを高く売りたい場合は鑑定に出す必要があるんですけど、アメリカの PCGS とか NGC などの鑑定会社にですね、鑑定に依頼してアメリカに出してそれが戻ってくるというまでの期間が2ヶ月から3ヶ月ぐらいかかってしまいます。そして売るためにはメルカリなどに出せば最短で数時間で売れることもありますが、しっかり儲けを出そうと利益を乗せるとそんな簡単には売れません。
またヤフーオークションなどでは1週間程度かかりますので、買ってすぐに売ったとしても最短で、まあ、1ヶ月ぐらいかかってしまいますし、鑑定に出したりすれば半年ほどかかることもあります。ただし最初にお話ししました通り、すぐ売っても大して儲けることはできません。続いて3番目、あくまでも余剰資金でということで、最初に述べた通り、アンティークコインやモダンコインは5年10年と持ち続けることで値段が上がるものなので、生活資金とかですね、急な出費があった時に取ってあるようなお金で買ってはいけません。コイン投資で一番やっていけないことは、急いで売って値下げ競争にはまってしまうということです。なので何度も言いますが、すぐにお金に換えたいと思っている転売の方にはやっぱり不向きな商品だと言えるでしょう。で最後4つ目ですね、それでも転売するのであればということで、まあダメだダメだと否定ばっかりしてもしょうがないので、短期で売買するのであればおすすめの方法はないことはないので、ご紹介したいと思います。ただし前提条件としましては、買うコインは人気のあることが必須になります。どんなコインが人気かは私の過去動画などを概要欄に貼っておきますので、そちらをご参照ください。まず一つ目は、人気のモダンコインを、王立造幣局のロイヤルミントで購入して、届いたらすぐに未鑑定の状態で売る方法です。人気シリーズのものであれば、2オンスの銀貨とかですね、5オンスの銀貨などは発行枚数も少ないので、ある程度需要は見込めます。その時の周りで売ってる人の相場に合わせるって売ると良いかと思います。ただ購入できるのは1回で1枚とか2枚とかその程度で、利益もそんなに数万円も出ればいい方なので、それで生計を立てるっていうのは難しいですが、まあ、転売の一助にはなるかなと思います。続いて2つ目は、ヘリテージオークションなどの海外のオークションで古代コインとか人気のアンティークコインなどを買って少しだけ利益を乗せて売る方法です。ただしこの方法はコインの相場を相当理解していないと難しいですし、そもそも相場で購入するので利益はほぼ乗せられませんし、利益を乗せて仮に売れたとしても相場より高く売ってる人だということはいずれ分かってしまいますので、長続きしないでしょう。ということで、アンティークコインが儲からないというのは、正確には短期売買ではあまり儲からないと言うべきで、しっかり寝かせればしっかり利益が出ますので、今後も長期的に投資でどのように利益が出るのかというようなお話をできたらと思います。それでは最後にまとめますと、転売に向かない理由としては、まず1つ目、アンティークコイン、モダンコインの値段の上がり方が年単位だということ、2つ目が売買に時間がかかるということ、3つ目が待つためには余剰資金で買わないといけないということ、まあ主にこの3つの理由によって短期的な転売にはあまり向いていないと思われます。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。いいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。いつもご視聴いただいている皆様、本当にありがとうございます。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。To be